なんかこの前私ん。「ゾンビランドサガ」というアニメうん。でなんかゲストキャラでまいまいうん。ちゃんという役で出て、でライブにも参加したんですよ。うん、1お、う曲だけん、めっちゃ踊っあ、て歌うっていうやつ。あら、そう、カナが、カナそうが踊れましたっ私け？ね、見たか、あいれや、は。マジでね、踊れなかったの。踊れなかったんだけど、頑張ったの。そしたら、周りみんなもう、ゾンビランドサガで鍛えられた、ホントちゃんとか、みんな、もうなんか、すごい踊りも上手で、すごい涼しい顔で踊ってるわけ。私さ、なんか、滝のような、確認したらすごいテラテラなっちゃったな、じゃあ。マジで一人だけサウナ入ったみたいになってて。いや、そう、それでね、衝撃だった。これが歳かって思った。年なんか わかんないけ大丈夫ど。よ。いや、まあでも、で、でも映るとしね、たら、まあちょっとね、まあペラそペうラはね、ちょっとそうね、よ、本当に。気にはなるよそう、ね。やばかった。そうね。その方見たいよね。ね、本当。でもさ、ピラティスだっけ？ピピララティティススやってやってる。るってことだよね。ずっと続けてるもんね。ピラティスはね、続けててよかったなって思う。なんかバランスが。やっぱそうなんだ。なんかいいどうな。しても、こうなんか長時間のゲームの収録とかだと、もうなんかこんな風になってくなる。る、そうなる、そうどんそう、どん前にどうした前らいいに。の、あれ。そう、あれ、なんか顎も前に出てくるし、出てくだる。からそう、それをこう整えてもらってたりとかする。その、そう、なんか、今こっちの肩が上がってるねとかいうのを、こうどっちかをよくストレッチしたりして、バランス整えてもらったりする。すげえ。そう、これ使いこなして ちょっと気持ちのなんかこう、感情の表せ高鳴ったに、時にね、これ、使えるわ。面白いね。